東野なぎ子、婚約者と破局、彼が一回破った約束、とは、まさかの原因に共演者全、フェアじゃない。俳優で、タレントの東野なぎ子さんが、2023年12月13日、夜のワイドショー、バラ色ダンディ、東京 MX に出演し、婚約者との破局を報告した。近く約束をね、ちゃんと守ってくれなかったんです。 東野さんは2023年2月に3度目の結婚をしたものの2週間でスピード離婚したことを報告。その後、マッチングアプリを通じて婚約者と出会ったとしていた。11月10日にブログで逆プロポーズ大作戦代を置く11日のトークでは嫁さんに捨て、くださいと。結婚にあたっては別居婚を希望していたという。 ところが、東野さんは今回の番組で発局を報告した。司会の深川良さんに、なぎこさん4度目の結婚ということで、順調に進んでいるんですね。と結婚について問われた東野さんは、笑顔で、これです。と左手を顔に添えて見せた。薬指に指輪をつけていなかったことから、スタジオから、あれ指輪は とする声が飛ぶと遠野さんは先週の木曜日に破局しましたと説明した。私からお別れしてもらえますかって相手の方に告げましたとする遠野さんにゲストの橋本学美さんは無理やり結婚しそうな勢いだったじゃないですかと困惑した。遠野さんは無理やりとか言わないでと微笑みつつちゃんと婚約してたんですけど来年の本当は3月に結婚する予定だった。 日にちも決めてたんです。と、結婚の予定は本当だったとした。破局の理由について、約束をね、ちゃんと守ってくれなかったんです。LINE で、ちゃんと毎日1日1回は、おはよう、とか、おやすみ、とか連絡取り合おうって約束をしてたんです。1回でいいから、その約束を破ったんです。彼は、と明かした。共演者から、忙しかっただけじゃ と質問されると、遠野さんは忙しくてついたちいち回って約束を一回だけ破ったんですと振り返った。橋本さんが一回だけならいいじゃないですか。とすると、遠野さんは一回破ったんですよ。許されるんですかと不穏な空気に。連絡ができなかった理由について相手からは忙しかった。寂しい思いをさせちゃったね。 と説明されたという遠野さんだが、寂しいとかじゃなくて、これは人としての価値観のズレだから、もう私は無理ですよと、と厳しい表情を浮かべた。一時間後にマッチングアプリを、再開もう三人とデートしました破局後についてお別れをしてじゃあ、さようならバイバイってメッセージを入れて、お友達とか弟に、病で別れたわ、って報告を入れて、 その1時間後にマッチングアプリを再開して1週間経ってないけどもう3人とデートしましたとした。深川さんはネット配信ドラマより展開が早いんでついていけないと笑った。一度とはいえ約束を破られたことがやっぱりなぎこさんの中で大きいと問われると、うん、もうない。先のこと考えると約束を破る人と流行っていけないし、とした。 松田ゆ姫さんから次はこんな人にしようとか自しも変わろうみたいな学びはないんですかと聞かれると全くないですとバッサリ。深川さんはなぎこに学びなんて絶対言わないでと冗談めかした。約束って守るためにやるんですよ。それさえ守れない男とどうやってやっていけばいいのかしらと首をかしげるとのさんに橋本さんが 逆になぎこさんが向こうから、やってね、と言われても、できないことがあるじゃないですか。とすると、遠野さんは、なんで私が相手に、やってね、と言われないといけないのと切り返した。橋本さんは困惑しつつ、フェアじゃないじゃないですか。と、苦笑いしていた。婚約破棄の理由として弱いのではないかという胸の指摘にも、別に他の人を探せばいいじゃないとした遠野さん。 その決断力の強さに松田さんは、すげえ、リスペクトですね、と頭を抱え、大変だけど、自分の気持ちに忠実だし、と感心する様子を見せた。遠野さんは14日、自身のインスタグラムで、昨夜、MXDV、X T v、バラエロダン談ィでもお話をさせていただきましたが、婚約していた彼とは、先週お別れしました。 自分から、さようならお告げました、と破局を報告。一つ言えることは私は元気です。また懲りずに、マッチングアプリの日々を送っています笑い、楽しく元通りの生活です、と近況を伝え、誰に何と言われようと、私は私らしく何も変わらず生きていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします、と呼びかけた。